みんな列を作って登ってきなさいよ。自動すっぽんぽん装置ができたぞ。とんでもねえ量になっちゃったよ。みんなお待ちかね、すっぽんぽん祭りだ。皆さんどうも、マリオドイヒーです。ルイージ先生です。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。前回のドイクラはマグママリオを作ったんだよね。今日もマインクラフト頑張ってやっていきましょう。マグマ牧場の羊が少なくて全然羊の毛を集められないから新たに牧場を作ろう。でかい牧場作りたいから先生整地お願いします。久しぶりの整地だな。じゃああとは頼んだ。寝ないで見といてくれよ。そしてダイヤのシャベルもなくなっちゃって設置するの大変だよ。それじゃあ頑張ってる先生に応援歌でも歌ってあげようか。ありがとうドイヒー。先生の頭はハゲハゲ、先生の頭はツルツル、ムラビと一緒にハゲハゲツルツル、みんなハゲてってハゲビジュパー。ハゲビジュパーってどこが応援歌なんだよ。ハゲ祭りじゃないか。じゃああと頑張って。だから寝るなって。そして削った土で川を埋めてゆく。水の中での作業がうまいね。さすがカッパ。カッパじゃないわ、ただハゲてるだけだから。そして整地終わりました。広い範囲が整地できてるね。さすが先生。どこアップにしてんだよ。今回の牧場は柵で作っていくから、木を削っていこう。今回はまともな牧場なんだね。よかった。かまどがすごい余ってるからかまど牧場でもいいけどね。また変なこと考え出したよ。柵をたっぷり作って並べていく。かなり広めの牧場ができたぞ。ここに羊たちをどんどん生贄にしていこう。生贄じゃなくて飼育でしょ。マグマ農場からたっぷりと小麦を回収。この小麦を使ってスッポンポンの元をおびき寄せる。スッポンポンの元じゃなくて羊ね。牧場の中にうまく入れることできたぞ。さあどんどん連れてこよう。2匹同時に連れてきちゃったよ。さあスッポンポン牧場の中に入るんだ。2人一緒に入ろうとして詰まっちゃってるよ。バカだな。譲り合いの精神が大事だよ。僕なんか割り込みしちゃうからね。ダメじゃないかよ。何回か行ったり来たりを繰り返してようやく入ってくれたよ。そして入れたら子供を作っていこう。この牧場に羊1万作るぞ。そんなには作れないだろう。どんどん羊を連れてきて子供を増やさせる。俺は大量の小麦が必要だな。10万は作らないと。作りすぎだから。作るまでに何年かかんだよ。こんな小麦ちょっとで足りるかな。かなりの量だけどね。小麦使ってどんどん増やしていくぞ。約30分経ってすごい量になってきたぞ。さらに30分、とんでもないことになってきた。羊作りすぎだから。だけど上から見たら大したことないんだよね。ほんとだね、あんまりいないみたいだ。さらに30分、もう修羅場だよ。そしてたくさん増やしてスッポンポンにするだけじゃなくて自動スッポンポン装置も作ろう。なんだよスッポンポン装置って。自動で羊の毛を刈ってくれる装置のことでしょ。サイトを見ながら頑張って作っていくぞ。まずはブロックを並べていく。何でもいいって書いてあったからかまどにしよう。何でもいいなら土とかでいいだろう。かまどを6個並べる。そしてレールを置く場所を作っていく。かまどと見分けるために石にしといたよ。あとは全部かまどにしていく。そして手前は1マスだけ開けておく。1マスだけ開けた奥も削ってここにホッパーをつける。そしてチェスト。チェストってヒーローの必殺技の名前みたいでいいよね。チェスト。弱そうな名前だよ。チェスト。どうだチェストの威力は。すさまじかったです。今回草のついた土を使いたいんだよね。草ついたままの土を削って回収するにはシルクタッチ。お豆さんシロが釣りでゲットしたシルクタッチを使っていこう。ダイヤのツルハシを作ってシルクタッチ融合。シ
ルクタッチも技の名前みたいだよね。そんなことないけどな。シルクタッチ、シルクタッチもすごい威力。シルクタッチがあればガラスも回収できるようになったぞ。これで土を草のついたまま回収。この草のついた土を丸石の真ん中部分につける。そしてこの土の下にレバーをつけたいから下を掘って中に降りていこう。だけど周りの羊が中に降りてきてそうだから囲っておくか。羊のいないところで作ればよかった。下に降りてさっきの土の裏にレバーをつけてオンにする。ここで気をつけなきゃいけないのはこのレバーはお肉のレバーじゃないよ。わかってるわ。土にお肉のレバーつける人なんていないよ。そして丸石の部分にレールとパワーレールをつけていく。パワーレールは下のレバーがオンになってるから作動してくれるね。そしてこの土の上に松明をつけておく。松明の周りは草のついた土で囲う。先生の周りをゾンビで囲いたいな。そしたら先生ゾンビになっちゃうよ。ゾンビになる前に先生やられて終わりだから。先生弱すぎだな。松明の上には草のついた土、その上にはガラス、石とつけてゆく。石の周りには下向きに発射装置をつけてゆく。この発射装置から下にいる羊に向けてマグマ流してジンギスカンを楽しみたいな。せっかく増やした羊がもったいないでしょうが。周りにつけ終わったぞ。次に草のついた土の周りを柵のように草のついた土で囲ってゆく。これのおかげでここに連れてきた羊が逃げなくなるんだね。この上にはガラスをつけていく。次にオブザーバーってのを使っていくのか。なんだよオブザーバーって。もうよくわからんから作るのやめてねーよ。あとは寝てるシーンをお楽しみください。寝てるシーンじゃ楽しめないよ。オブザーバーっていうのは観察者のこと。石とレッドストーンと闇のコーツで作れるよ。これのことか。オブザーバーを内側の土の横につけていく。そしてオブザーバーに石をつけてその上に一味唐辛子をつけていく。一味唐辛子じゃなくてレッドストーン。この一味唐辛子の上にまたオブザーバーをつけていく。またこの上に石を置いてこの石につながるように一味唐辛子を伸ばしていく。これでこの中に入れた羊が草を食べたら発射装置が動くようになるんだって。どんな仕組みか全く分かってないけど、あじゅっぺじゅっぱー。回路は難しいよね。先生もよく分かってないからな。先生はバカだから仕方ないね。ドイヒーに言われたくないな。下のレールにはトロッコ付きチェストを走らせる。逆だからチェスト付きトロッコね。チェスト、チェストはもうやめて。発射装置には羊の毛を刈るためのハサミを入れていく。次に羊の入り口を作るため吸着ピストン、ここにレバーをつける。このレバーを動かすことで羊の入り口ができるぞ。これで完成だ。早速入り口に羊を入れていこう。さあ羊ちゃんこっちだよ。登ってきてその穴に落ちるんだって勝手に落ちてくれないのか。強引にこの中に羊を落としていく。何体か入れたいからみんな上がってくるんだって。なんじゃこりゃ、とんでもないことになってんな。みんな自動すっぽんぽん装置の生贄になりたいんだ。ただただ小麦に食いついてるだけでしょ。どうにかこの中に何体か入れて蓋をしたぞ。これでようやく自動すっぽんぽん装置スタート。中の羊が勝手にすっぽんぽんになってる。でも羊毛回収されてないな。どうやらチェスト付きトロッコが回収してないみたいだ。アップデートで回収されなくなったのかな。せっかく作ったのに。アジュピジュパー、アジュピジュパー通り越して、アジュピジュピー、アジュピジュプー、アジュピジュベー。なんだよアジュピジュベーって。
味見るバーの意味もよくわからんっていうのに。頑張って作ったのに大失敗に終わっちゃったよ。何が悪かったかはサイトで調べてみるしかないね。でも大量に羊が増えたからいいか。いつの間にかすごいことになってるな。大量の羊の毛を刈っていこう。羊の毛を刈ったらスッポンポンスッポンポン祭りでーい。スッポンスッポンでスッポンポン、はい、スッポンスッポンでスッポンポン、はい、スパンスパパパパンスパパンパンスパパン、もっと行くぜスパンパン祭り、この辺でいいだろう。スパパンスパパンスパンパン、スパパンスパパンスパンパン、先生の頭は世界一のスパンパン、ハゲでございますって、最後ハゲ祭りになってるじゃないか。まだまだ行くぜスパンパン祭り、もういいでしょ。羊の体はスッポンポン、はい、先生の頭はツルツル、はい、羊はハサミで切る切る、はい、先生もハサミで切る切る、はい、同じ仲間、はいはいはい、同じ仲間、はいはいはい、学校で歌えばみんな人気者だね。人気者にならないよ。これで今度から羊の毛には困らなそうだね。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャ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 ンネル登録よろしく。